どうも、大酒を二十歳になってからマーセヨンです。こんばんは。今日は2019年の11月の26日でございます。愛も変わらずですね、黒霧島、お湯割り、飲んでおります。最初に、キリンのクラシックラガーですか、飲みまして、いやー、なんか、3、40代になってさ、その良さがわかるというか、若い時これ苦いですよね、クラシックラガー。濃いし、キリンっておっさんが飲むもんだ、みたいなね、イメージあったんですけど、ここに来てね、まあ、冬に飲んで、なんかうまいんですよ。最高っす。鍋に合うしね。で、今日もね、カレー鍋でもしようかなと。鍋続きです。一人鍋やっております。はい、ということで、第三国志。いよいよですね、あと1日とちょっとですかね、決勝中元、新シーズンがオープンするということでございます。はい。タイは最終的に150名の方が集まっていただきまして、本当にありがとうございます。はい。これでね、まあ移行するんだけど、まだね、ちょっと告知が来ないですよね、告知が。告知というのは、その、間違えた。これか。多分1日、エントリー終了後、というか応募締め切り後か。1日もしくは2日後に、その、サーバー分け、その、エントリーしましたサーバー分け方案、公表されてません。公表されるらしいですけど、まだ来ておりません。明日来るのかな。ちょっと同盟をね、運営する側にとって非常に困る。どういう配置になるのかとか、北か南かだけでも分かればいいし、そこに入ってね、自分の始める州を選ぶのか、もうランダムに配置されるのか、そこら辺ぐらいはちょっと教えてほしいよな。でないとすげえ困っております。はい。まあ一応同盟としてね、やっぱりせっかくタイ語集まって、いただいた方々とね、一緒にやりたいし、どうなんだそこら辺は。ちょっと早めのね、告知をお願いします。スタート集を決めなきゃならないなら、早めにね、こっちも伝えておきたいしね、ドメインというか、タイ語の皆さんに、はい。よろしくお願いします、公式の皆さん。はい。で、まあ、ありがたいことで、毎日、結構線引く暇じゃないですか。暇なんですが、僕、まあ、こういう動画やってる関係で、どれくらいかな ?1 日15件か20件くらいね、手紙が来ます。いつも見てますとか、一緒にやらせてくださいとかあるんですけども、ちょっとね、やっぱりこの線引くに関して、まだまだわからないという方が非常に多いようなんで、過去何回目かわかりませんけど、もう一度ね、ちょっと、基本の基本を、ちょっとご説明しときます。まず、新しい、この、決勝中元の、まあ、シーズンをプレイするには、まず、応募しなければなりません。応募しなければなりません。僕、今の画面の右下にこれ、応募ってね、ボタン。まあ、僕はもうすでに応募してるので、今はもう押せませんけど、ここから入ります。で、まあ、自分の、その、先にエントリーしたいね、今は11月29日と11月28日ですね。が、オープンしております。多分、待機は相当いると思う。もう X022 と023が線引くに入ってきたので、早めにね、オープンしてもらいたいなと思うんですけど、次をね。まあ、選んで、応募して、エントリーは、個人か、タイ語。ね。個人かタイ語でエントリーします。はい、まあ、個人でエントリーしたら、まあ、いつも通りですよね。シーズンが始まってどっか、北か多分南に配置されて、まあ、スタートしていくみたいな感じだと思います。タイ語にエントリーするのは、まあ、2方法というか2つ種類があって、1つはもう今既存する誰かが登録してる、僕だったらマサヤン X がタイ語を作ってますね、タイ語を作ってそこに入るパターンと、自分でタイ語を作るパターン、2つあります。はい。で、まあ、タイ語というのは同じ陣営でね、スタート配置されるので、まあ、一緒に同盟として動きたいというところが、まあ、まとまってね、タイ語として集まって動いてるということでございます。はい。で、タイ語がね、同盟名じゃないのは厄介なんですね。タイ語は隊長名。タイ語を立てた人の名前で、登録されるので、僕だったらタイ語はマサヤン X ですね。で、今、線引く同盟は、主人出演という同盟でやってます。
で、その同盟で来期もやろうと思います。で、昨日、今日とね、たくさんの、その一緒にやらせてくださいっていう、手紙いただいたんですけれども、もうすでに28日、締め切りの状況でございますね。僕は28日にオープンするサーバーに登録して、もうすでにエントリーはすでに終了しましたということになってますので、今期はちょっと一緒に、プレイすることはできないということでございます。ただまだね、オープンしてないので、この同盟は残ってる。同盟は残ってます。はい。で、同盟入ることは可能ですけども、同盟入ったとしても、次の、シーズンはプレイ、一緒にはプレイできないことをご了承ください。おそらくですけど、28日にね、私のこのアカウントが新シーズン移行すると同時に、この同盟はおそらく解散されるのではないかなと思います。で、対語メンバーはもちろん、シーズンに入るんですけど、エントリーできてない人とかね、違うシーズンの方は、どうなるのかな、まあ、また在野に戻るのかな、うん、そこら辺の仕様もよくわかんないんだけど、なっちゃうと、いうことでございますんでね、これから一緒にやりたいという人は本当申し訳ございません。で、次のシーズン、ね、22サーバーの新設のメンバーも迎え入れたいので、ある程度猶予を持って応募することになると思うので、ぜひね、その時に、申請していただければと思います。はい。実はここのですね、もう一回言いますが、千陸の同盟っていうのはもう単なる人の集まりですからね。どんな人でも立ち上げることができます。条件は一切ありません。で、ただ集まってワイワイする場所です。で、どのシーズン、S3 終わった、制服シーズン終わった人らは全部この世界に集まってくる。千陸に集まってきます。一つの世界しかないですね、千陸は。ここに全員集まってきて、まあ、来季どうするかとかね、ちょっと今季休もうとか、一緒にね、戦える人、ね、が集まってね、僕は一番いい運用方法って言ったんですけど、来期ね、集まる同盟員を全部集めてここに。で、一緒に作戦会議するとかでもいいですし、昔懐かしのメンバーちょっと集まってね、チャットでワイワイするのもよし、1対1でね、ちょっと3回っていうかおかしいけど、1対1、ちょっと気になる人がいるからって、自分で同盟立ち上げて呼んで、2人でね、イチャイチャ同盟そのチャットするのもいいんです。とにかく何でもいい、何の効力もない、これ同盟なんでね、同盟に入ったからといって次のシーズンプレイできると何にも関係ないので、それだけもう一度言っておきます。よろしくお願いします。はい。で、今日はですね、そうそう、一つ報告なんですよね。無料でね、千陸で、回してましたら来ました。ありがたい。今一番欲しい武将、ベスト5に入ってたんですよ。僕は、法政か、馬長か、軍長戦か、春雄か、大凶が欲しかったんですよね。無料で大凶が当たりましたんで、ありがとうございます。で、大凶当たった限りは、ちょっとね、二凶軽兵部隊をちょっと作りたいです。はい。二凶軽兵ね、強い。いろいろちょっと動画でも僕一回出しましたし、他の人も出してるんですけど、強い。5連には負けないしね、コントロール型で火力も出るし回復もできるし、なかなかいいんじゃないかなと思って、まあ、2強をやると、まあ、結局でも5連解体はやむを得ないということで、まあ、両毛とリクソンどうするかって話で、両毛を大環境入れるかどうかっていうね、ちょっと悩んでます。はい。で、それに伴い、まあ、来期のさ、その、編成とかも考えたりしてるんですけども、皆さんね、ご存知の方も多いと思いますけど、来ました。闇のデュエルがまた。闇のデュエル。軍艦限定勝負オープンって11月27日、明日ですよね。明日は多分メンテナンス後にオープンされるということでございます。はい。ラインナップメインは、バーチュー、軍長戦、来ました。またね、どうせ出ないところね、放り込んできましたね。はい、いつもの通り、無料1回、半額1回、あとは398玉譜で回して、10回限定なんだよね、多分。10回限定で、確定枠はなし。そろそろ確定枠作ってくれ。ということでございます。儀食後はね、大爆死で一体も星を出ませんでしたし、この10回限定のやつなんかあるじゃないですか、バレンタインだったか、は
ハロウィンだったか、まあ、なんか女の子とか あるじゃないですか、大井が出るやつとか、ああいうのも本当に爆死続きで、うん、まともな星子がね出た試しがないんですよね。はい、ただね、馬長軍長戦ね惜しい。もう馬長当たったサーバーもうね閉じてますんで、僕やらないので、こっちの本サーバーの方でも引きたいし、やっぱ軍長戦、僕各軍長戦長期やっぱやってみたい。あれをね自分なりにちょっと作ってみたい思いはあります。というので、はい、出ないと分かってるけど、これ4000玉符弱ですか、あ、使うんですけどね、使うんですけど、たまたまですよ、たまたま今4000玉符ぐらいあるんですよ、たまたま。はい、ということでね、これを使って回そうかなと思っております。ただね、懸念されるのは前回の報酬ですね、報酬勝負ですか、17分の3ということで、本来ね10分の1の確率ぐらいでしょうけど、星5確率がね、それをね上回る確率でちょっと引いちゃったので、またねこれ10枚星4武将という可能性も十分にあるということで、恐ろしい恐ろしい本当に。まずは多分新シーズン入ってからかな。ほんとね、武将整理がほんとめんどくさい。餌をね、今、先方経験値化にできない状況なので、またね、前日にこう、枠を広げてやるっていうのはちょっとね、めんどくさいので、まあ新シーズン入って先方経験値変えてから、枠できてから一発目にね、10連しようかなと思います。で、実況というか、ライブ配信でもまたやろうか思ったんですけど、もう、ライブ配信のガチャがマジやばいっす。マジやばいから、ライブでやりたくないなっていうのがあると思う。まあ、新シーズン始まってすぐぐらいにどっかライブ、ちょっとやりたいなってあるんですけど、ちょっと今週マジ忙しいんですよね。ずーっと仕事で、スタダもちょっとね、厳しい状況でございます。休みの日もちょっとね、駅伝があって、駅伝のサポートメンバーちょっとね、いろいろお手伝い行かないといけないし、で、また来週仕事でしょ？ちょっときついなっていう。だいぶきついんですけどね。やっぱり第三国新シーズンですからね、はい、まあ、精神力体力少々削れようともね、ちょっと捧げていきたいと思います。名刺やるしね、はい、はい、ということでよろしくお願いします。ということで、お酒は立ちなってかませんでした。ありがとうございました。